皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは、あなたの習慣が人生を作るということについてお伝えしてみたいと思います。おそらくですね、聞いたことがある方もいらっしゃると思うんですけど、あのマザーテレサの言葉で、思考は運命を変えるっていう格言というか、その言葉っていかがでしょうかね。聞いたことがあるでしょうか。ここの一部を取って、今回お伝えしているので、ちょっとね、その内容をちょっと、朗読というか、お伝えしてみたいと思います。思考は運命を変える。思考に気をつけなさい。それはいつか言葉になるから。言葉に気をつけなさい。それはいつか行動になるから。行動に気をつけなさい。それはいつか習慣になるから。習慣に気をつけなさい。それはいつか性格になるから。性格に気をつけなさい。それはいつか運命になるから。っていう、こういう文章なんですけどね。で、この中の真ん中ぐらいに、あの習慣っていうのが、入ってくるんですけれども、私の中では習慣っていうのが、あのどちらかというとこう定着っていう印象があるので、特にそれを、人生を作るっていうところになぞらえてお話をしているんですけれどもね。出だしは思考ですよ。思考が言葉になって、で言葉がそのまま行動になって、行動がそのまま習慣になって、習慣が染み付くと、それでその人の性格をかたどり、性格によって運命が変わるっていう、そういう順番になってるので、定着のところのこの習慣っていうのがね、結構大事だし、癖物だなっていうふうに思ってるんですよね。口癖とかも結局習慣じゃないですか。で、元はもちろん発想のベースは思考のところからスタートしてるんですけど、言葉に発してそれが繰り返されると習慣になって体の中に定着していくので、例えばネガティブ用語をどんどん連発する方は、そういう思考が定着していって、それが性格になり、結果として未来の運命を形作る、イコール人生を作ることになってしまうっていう、そういう形になるので、この習慣にするかしないかっていうところが結構ポイントになるかなというふうに思っているんですよね。で、習慣になってしまう一番の要因は口癖ですね。はい、あの口癖が、行動も結局その口癖によって作られる行動になっていってしまって、それが何度も繰り返されることによって定着していく習慣になってしまうからということですね。ですから、あの習慣って結構怖くて、既成概念を作るのも習慣に近いんですけれども、自分がそうだと思い、それが当たり前として状況が形成されていくとですね、それ以外の考えができなくなってしまったり、それ以外に動いていくという選択肢が自分の中からどんどん消えていってしまうんですよね。ですから習慣っていうのはある意味恐ろしいし、いい習慣も悪い瞬間も形作られると、なかなか今度それを変えていくのは非常に難しくなります。ですから、あの例えば今現状ビジネスがうまくいってないとか、集客がうまくいってないっていう状況があるとすると、それは過去の自分が作った習慣だと思うと、次に新しく動いていこう、改善をしようと思うと、今までと下手すると真逆なことをやらなくてはいけないんですよね。で、習慣でやってたことって楽なんですよ。もちろんいい習慣はそのまま残した方がいいと思うんですけどね。悪い習慣だった場合、それを変えるのには努力と時間がかかります。なので、うまくいかなくて自分に苛立ったりとか、残念に思うことっていうのも当然あると思います。だけれども、習慣ってそういうものなんです。だから、あの大きく人生変換をしたい時には、習慣とのもしかしたら戦いになるかもしれないなっていうふうに思っています。ですから、習慣との戦いの部分では、辛いこともあるかもしれないし、時間もかかるかもしれないと思って、じっくり取り組む必要があるかなっていうふうに思います。それでは。